ドームです。テレビをご覧の皆さんこんにちは。西武オリックスその一戦の模様をお送りしてまいります。ゲーム解説は田尾靖さん、宮本和智さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあレポーターも紹介しましょう。はい、こんにちは。我々二人が一塁と三塁側に分かれてたくさんの情報をお知らせいたします。お楽しみに。はい、どうもよろしくお願いします。さあいよいよプレイボールまであとわずかです。ライト鈴木直樹、サード中村拓也。さあライオンズの先発ピッチャー西口、バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。冒頭スライダーのキレとコントロールは他の追随を許さない円熟みを増したベテラン右腕西口文也。俊足高打でチャンスを広げ、広い守備範囲でチャンスの芽を摘む。衰えぬスピードと技で勝利を切り開くベテラン村松有人。バッターの1番村松、最初の1球、最初は見ていきます。ここは1球外します。1回の表バファローズの攻撃、次の2球目、これはストレート、ワンエンドワン。さあバファローズ今日はどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。3球目はどうする、見送ります。ワンエンドツーになっています。マウンドは先発ピッチャー西口、バッティングカウントになった。これはスライダー 2-2。 次が5球目、打ったー、これはピッチャーの前、ノーアウトからランナーを出します。さあ田尾さん、今のは。それにしてもね、難しいスライダーでしたよ。ですね、いいボールだったんですがヒットになりました。俊足強肩を生かした広い守備範囲はまるで軽業師、エース級の速球に負けないコンパクトな打撃も魅力、攻守におけるチームの要平野圭一。いきなりランナー一塁としています。いきなり牽制、バファローノーアウトからヒットが出ました。最初の球はバッと危ないボール、ここは見ていきます。ノーアウト、いきなりヒットのランナーを許しています。さあ2球目は、この球は落としましたが決まりません。2つボールが来ました。昨年の数字が出ていましたが2割3分5厘のアベレージ、そして本塁打の数が2となっています。緩いボールを持ってきました。これはバッター動けません。2番バッター平野圭一、さあガッと鋭い打球だ、これはダブルプレーコース、2塁へ送ります。2塁はフォースアウト、ファーストゴロに終わりました。柔軟な対応力であらゆるコース球種を強烈に弾き返すパワーとテクニックが両立したマルチヒッターグレッグ・ラロッカ。先ほど去年の成績が紹介されていましたが2割8分5厘のアベレージ、そして放った本塁打の数が18となっています。さあバッターラロッカ第1球です。まずはストライク、先頭バッターにヒット、その後は内野ゴロに終わらせました。この回はワンアウトになっています。さあ第2球、今度もまっすぐできました。ワンエンドワンです。次が3球目、高めのボール打った、これはショートになります。2塁へ、2塁はアウト、1塁はアウト、ダブルプレー成功、3アウトチェンジ。今のプレーをもう一度見てみましょうか。
1回の表終了、バファロー最後はダブルプレーに終わりました。バファローズの先発ピッチャー、鍵はライオンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。落差の大きなフォークと強気のパワーピッチングでフル回転、先発からロングリリーフまでこなす頼れる右腕、萩原純。足のスペシャリストが打撃開眼、自慢の走塁がダイヤモンドでひときわ光り輝くようになった。覚醒したリードオフマン、福地和樹。1回の裏、ライオンズの攻撃。1投目、初球外に来ました。さあ、ベテラン同士の投げ合いで試合は始まっています。この経験あるピッチャーの投げ合いですからね。ええ、投球術は申し分のない両投手です。外角低めのストライク、厳しいコースですけどもね。はい、このコースに来ていれば簡単には打たれないですよね。はい、その通りですよね。ここは変化球、この球は外れています。さあ4投目、あっとスイングアウト、最後は空振りに仕留めました。高いレベルの走攻守でブレイク、自慢の俊足で盗塁王争いに参戦する西武機動力野球の主役、片岡康幸。まずは三振でワンアウトを取っています。さあどこから来るか。初球スライダーで入りました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。片岡、今年で3回目のシーズンとなりました。この球はどうでしょう。ストレート、いいコースに行くんですよね。はい、ちょっとこれは今日ピッチング楽しみじゃないですか。はい、その通りですね。様子を見ていった。これは変化球入りません。あれを見逃せればいいですよね。はい、最後まで見ていました。さあ4球目、速いボールできました。この誘いには乗りません。さあ何を見せるか。低めのボールを打ってセカンドが抑えます。一塁に送ります。アウト、グラブさばきには自信があります。いやー、いい守備でした。こういうプレーがゲームを引き締めます。片岡、セカンドゴロに終わっています。もう一度振り返りましょう。スケール大きな走攻守でライオンズの未来を背負う男、全てに磨きをかけてミスターレオへと飛躍する中島博之。先頭バッターは三振、その後は内野ゴロに打ち取りました。まずどこに構えるか。初球は手を出しません。これは際どいですよね。はい、こういう球が来るなら今日は楽しみですね。ええ、その通りですよね。初回まずアウトカウント2つ取っています。このボールはどうか。高め、これは外れた。このボール球には引っかかりませんでした。昨年の数字が出ていましたが、3割飛んで6人のアベレージ、そして打点の数63となっています。ストライク、カウント2エンド1。さあ4球目、この球は、これは外れました。ちょっとボールが浮いてると思いますけどもね。はい、高めへの投球となりました。さあ5球目、この変化球は入りません。 2-3 です。さあ 2-3 になった。これはいい当たりだ。取っていい当たりでしたがサードゴロです。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあどうでしょうか、あの打球ですからね。
放送席山口さん、はい、三塁側です。はい、どうぞ。先ほどの打球を受けたところをトレーナーが見ています。さあバファローズ、この後 DH から始まります。何番を打とうが4番の仕事をしてみせると心に誓うカリスマスラッガー、地元関西を舞台に大輪の花を咲かせるか、清原和博。バッターの DH 清原、何から持ってくるか。最初は見ていきます。ノーワンです。清原、22回目のシーズンを迎えています。このボールは入れてきました。外へ2つ続けました。攻撃中のバファローズ、先ほどの回は残塁が1、そして得点には至りませんでした。この球は見ます。今のはですね、予想外なんでしょうね。はい、狙いが外れました。次の4球です。わずかに外れて2-2、2ストライク2ボール。さあ何を見せるか。この変化球はわずかに外れました。よく見ましたよ。はい、振ってもおかしくないボールでした。さあフルカウント第6球、ストレート打ちました。ブルワーピッチャー正面取りました。一塁へ、ファースト取って、これはアウトです。清原、セカンドゴロに終わりました。監督も認めたコンパクトでシュアな打撃、全米の4番の名は伊達じゃない、チャド・アレン。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。どこから攻めるか。外から攻めていきます。バッテリー1球外してきました。まず先頭のバッターを打ち取っています。さあ次のボールは入りました。ワンエンドワン。0対0で2回の表に入っています。さあ3球目はどうか。ボールです。さあワンツーです。さあバッターアレン、バッティングカウントになった。これはバッター棒立ち、ボールカウント2エンド2。さあ5球目、変化球左へ、外の球にバットが出ました。ボールカウント2エンド2、変わりません。打ちました。あ、これはファウルグラウンドです。今のはね、引っ掛けてしまいましたね。あ、ここはうまく打ち取りました。取りました。これで2アウト。アレン、キャッチャーフライに終わりました。つなぎから強打まであらゆる状況に対応できるバットコントロールは天下一品。ずば抜けた勝負強さも光る仕事人、後藤光隆。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割6分9厘のアベル、そして打点の数は21となっています。初球です。最初はフォークから入りました。さあカウントはワンナッシング。バッターの6番後藤。さあ次はどう攻めるか。今度も落とした。平行カウント1エンド1。2アウトになりました。さあ第3球、綺麗に決まった。面白いように決めてきます。さあ4球目、高め
のボール打ちました。打球はセカンドへ、取ってファーストへ。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあライオンズ、次の攻撃は4番から始まります。肘の具合を気にしていたんですが大丈夫なようです。マウンドに戻るということです。ああ続投ですか、わかりました。まあ大したことなくてね、よかったですね。はい、フルスイング広角打法で右に左に脅威の弾道、全ての投手を震撼させる怪物アレックス・カブレラ。バッターの4番カブレラ、最初の1球は何か、ここは見ていきます。ボールにしてきました。宮本さんにお聞きしますが、この立ち上がりという点ではどうでしょうか。そうですね、この立ち上がりならまずは安心でしょうね。そうですか、しかしまだゲームは序盤、まだまだ先はあります。今度はカーブを持ってきました。ボールが続きました。初回をきっちり抑えています。まあ最初はいいと気持ちいいですよ。はい、これは変化球、微妙なところ、カウントノースリー。昨年の数字が出ていましたが、3割1分5厘のアベレージ、そしてホームランの数31となっています。インコース際どいコーナーの隅いっぱいについてきます。さあ今日の第一打席です。さあ何を見せるか、アウトコース打って、あーっと抜けた、きれいに破ります。さあノーアウトから先制のランナーを出していく。さあ川さん、今のバッティングはどうでしたか。まっすぐだったんですけどね。はい、その力のこもったボール見事打ち返しました。強靭なリストで手元まで引きつけたボールを押し込み遠くへ飛ばす独特の広角打法で打席にそびえ立つビッグベン、和田和弘。バッターの5番和田。さあ最初の1球、初球叩いて、これはいい当たり、破った、きれいに破りました。ファーストランナーセカンドベースを蹴った。さあバッターランナーは2塁へ、中継のショートへ、ツーベースヒット。ノーアウトランナー三塁二塁、先制のチャンスとなりました。スタンドへ美しい放物線を描く天性のホームランアーティスト、柔らかく力強いスイングで今年もいっぱいおかわりするぞ、中村武也。中村すでにプロ入りから6年目となりました。どう組み立ててくるか。まず空振りが当たりません。149キロです。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割7分6厘のアベレージ、そして打ったホームランの数が9となっています。綺麗に決まった、2ストライク。追い込んだが、ボールです。さあ宮本さん、ピッチングをご覧になっていかがですか。今のストレートもいいですからね。次の4球目、これも強烈な打撃、これは低い当たり、フェアです。レフト線を落ちた、セカンドランナー三塁を蹴った、レッドバッター一塁を蹴った、ボールは中継のショートへ。さあセカンドランナーもホームに帰ってきます。タイムリーツーベースヒット、2対0、2点先制します。ここで試合が動きました。さあ今のプレイご覧いただきましょう。指名打者で自慢の打撃に集中、新たな舞台で歴史を積み重ねるベテラン長距離砲江藤明。昨年の数字が出ていましたが、2割4分2厘のアベレージ、そして放った本塁打の数は5となっています。最初は見ていきます、ワンボールです。いよいよ来年は20年目のシーズンを迎えます。低めいっぱい決まった、針の穴を通すコントロールです。バッターは DH 江藤。3球目、ここはスライダーできました、誘ってきましたが乗りません。
回先制点を失っています。さあバッティングカウント、今度はストレートを持ってきました。149キロのストレート、次が5球目、低め打ちました。これはピッチャーあーっと抜けた、きれいに破ります。今のでこの回4本目、ノーアウトランナー3塁1塁、追加点のチャンスとなりました。頑強な肉体を駆使したディフェンス、打撃の正確性を求めたマスター打法、正捕手に最も近い大型捕手細川通る、バッター細川、さあしっかり捉えた、この打球は大きい。このタイムリーで点差を広げます。フェンスに当たって跳ね返した、今サードランナーがホームイン、中継のショートへタイムリーツーベースヒット、3対0、また点が加わります。この差は3点になりました。さあリプレイでご覧いただきましょう。俊足高打で機動力野球を支えるスイッチヒッターはスピード駆使した広い守備範囲でも貢献、攻守のキーマンに成長、赤田翔吾、3点をすでに与えています。さあ最初の1球、初球大きく外れています。ちょっとランナー気にします。この回先制点を許しています。さあ2球目、内へワンエンドワン、149キロです。さあバッター赤田、3投目、これは外です。スライダーで追い込んでいます。さあ次の4球目は、あっとストレート、さあカウント2-2、さあ何を見せるか、これも強烈な打球、これはセカンド抜けた、きれいに抜けた、三塁ランナーホームイン、4対0、ライトへのタイムリーヒット、さらに点を加えます。4点差に広がりました。これで打者一巡となります。プッチボックスに入りました。さあライオン、さあタイムリーヒットで1点を追加しています。まずは初球、まず低め、膝元をついてきました。ワンストライク、今日2度目のバッターボックスに入っています。2球目はどうせ、ここは見送ります。ワンエンドワンになりました。ノーアウトランナー3塁1塁です。さあ田尾さんにお聞きましょう、ここはどうすればいいでしょう。まあ、当然ランナー返すことだけでしょう。はい、ここは得点できる場面になっています。はい、速球決まりました。いいストレートですよね。そうですよね、151キロのストレートでした。さあ4球目、取ってワンアウトになりました。菊池ファーストフライに終わりました。ようやくワンアウトになって次のバッターです。片尾打席に入ります。この回はシングルヒットが始まりました。そして打順はここまで来ました。どこに入れてくれた、アレン後ろに下がった、下がった、ワンバウンドヒット、落ちました。そして一気にセカンド狙った、狙った、サードランナー今ホームイン、タイムリーツーベースヒット、赤いで、ここも点を加えます。この回5点目、5点差に広げました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。今日最初のピッチャー交代です。山本、いいタイミングだと思いますけどね。ワンアウトランナー三塁二塁というピンチでのマウンドになります。この場面でこのバッターですからね。はい、この展開どう抑えるんでしょうか。さあそのピッチングを見守りましょう。緩急を駆使したテンポ良いピッチングで次々と打者を料理、経験豊富な野球エリートサウスポー山本翔吾、この回失点が続いています。初球は最初のボール外れました。ノンストライクワンボール、バッター中島。さあ2球目は、これも鋭い当たり、
り、この打球はレフトへ大きな当たり、これはスタンドに刺さります。スリーランホームラン、執念でスタンドに持っていきました。真っ直ぐ打ち返した打球はあっという間にレフトスタンドに届きました。2回の裏ホームランを放ちました。序盤から試合を優位に進めていきます。今ホームに戻ってきました。8対0。今のはどうでしたでしょうか。お客さんもホームラン出ると嬉しいでしょう。3点を追加、この回8点目、点差は大きく開きました。さあリプレイでご覧いただきましょう。次のバッターはどうでしょうか。カブレラボックスに入ります。実況席山口さん、はい、一塁側からお伝えします。どうぞ。先ほどのホームランについてインタビューしてまいりました。打ったのは外のまっすぐ、とにかく来た球を思い切って打ってやろうと思ってましたということです。それではお返しします。はい、ありがとうございました。2回目の打席はどうでしょうか。このボールはどうか。また低めに来ました。低め2つ持っていきました。これが10人目のバッター。大きなイニングとなりました。さあ3投目、これも強い当たりだ。サードへの当たり、サードが取ります。一塁へ送ります。一塁、これはアウトになります。宮本さんにお伺いしましょう。今アウトを取ったわけですが、何のボールでしたか。そうですね、チェンジアップじゃないですかね。なるほど、チェンジアップですか。ツーアウト、あとはアウトカウント1つまで来ました。第1球、初球高めに来ました。ノーワン。和田、一度の出塁がありました今日のゲームです。さあ次のボールは、今度はスライダーを持ってきました。ノーツー。さあバッター和田、さあ次の3球目入れてきました。ワンツー。打者一巡の猛攻を見せているこの回の攻撃になります。ストレートを振って取って、これで3アウト。さて試合はライオンズのリードとなって3回に進めていきます。気持ちいいほどのフルスイングで左投手に絶対的な強さを発揮、左殺しの勝負師大西博明。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割並ぶ2厘のアベレージ、そして打点数は15となっています。どこから攻めるか。まずは見送りました。バッテリー外してきます。3回の表バファローズの攻撃、どう攻めるのか。インコースボール、ボールの後もボール。西口、この回からは大量点差をもらってのピッチングに変わっています。3球目はどうする。これはストライク、ワンストライク目が入りました。大西、今年で5回目のシーズンを迎えています。バッティングカウントからの4球目、ストレート打ちました。取った、ファーストへ、ファースト取って、これはアウトです。大西セカンドゴロに倒れました。一発長打を秘めた打撃、年々磨かれるインサイドワーク、ホームベースに君臨し勝利を支える男、日高武史。さあバッター、日高、最初の一球は何か。最初から落としてきました。この球は枠に入りません。この試合初めての打席ということになります。このボールはどうか。内へ、低めいっぱいに決まった。ワンエンドワン、ワンアウトになりました。3投目、落ちる球を持ってきました。低めへのピッチングが続きます。12回目のシーズンとなりました。さあバッティングカウント、低いボール、打球は右、取りました。一塁、これはアウト。日高、
ファーストゴロに終わっています。ポジショニングとグラブさばきが光る守備、小技も巧みなしぶとい打撃、堅守堅打のハイクオリティープレーヤー阿部正弘。バッターの9番阿部正弘、第1球は最初はストライク。これはちょっと手が出ません。先頭打者は内野ゴロ、その後続けての内野ゴロでツーアウト。さあ次のボールは低めを打ってライン際はどうか、ファウルです。ファウルになります。サインはどう出されたのか。カット見逃し三振、スリーアウト。これは入りました。3回表が終了。バファローこの回も3人で攻撃が終了しています。ライオンズの攻撃、ライオンズの先頭バッター中村、右のバッターボックスです。すでに1点を許しています。第1球です。初球は手を出しません。ノンストライクワンボール。さあバッター中村、このボールは見送ります。さあカウントはワンエンドワン。これが2回目のバッターボックス。3球目はどうする。これは強い当たりだ。レフトへ、レフトへ。ポール際どうだ。しかしポールの左、ファウルです。さあ次の4球目はボールになります。2ストライク2ボール。さあ5球目、ストレート三振。トップバッターからまず三振を奪いました。打順は次に変わります。江藤、右のボックスになります。8対0、ライオンズがリードしています。まずは初球、見送りました。ワンストライクです。まず先頭バッターから三振を奪っています。これはそれました。ここはバットを出しません。2回の1打席目、センターへのシングルヒットを記録しています。さあ第3球入りました。さあ追い込みました。さあ4投目、連続三振。バッタには当たりませんでした。さあ今のプレイご覧いただきましょう。そしてバッター細川、右のバッターボックスに入っています。2回の最初の打席、ツーベースヒットを放っています。これが追加点となりました。まずは見送りました。枠いっぱいに決めてきました。2つ続けての三振を奪っている今日のピッチングです。2球目、上げてしまった。この打球は左へ上がっています。この打球はファウルになります。今のはね、ファウルになって助かりましたね。はい、ですね。さあ、どういう一球で遊ぶんでしょうか。さあ、バファローズ、次の攻撃は打順よく1番から始まります。攻撃戦、各カードでゲームの見どころや注目の選手を紹介したマッチカードプログラムを販売いたしております。読み応えたっぷり。4回の表、バファローズの攻撃。こちらもこの回から2巡目に入ります。村松、4回表ノーアウトです。今日も大勢のファンが駆けつけたスタジアムから実況生中継でお送りしております。最初のボールはまずこれは大きく外れました。ボールにしてきました。2回目の打席はどうでしょうか。次の2投目、しっかり捉えた。打球はライトへ、鋭い打球です。しかしこの打球は野手の正面でした。これでワンアウト。いい当たりしてるんですけどね、もったいないですね。本当にいい打球でしたけどね。今日の奪三振の数は1となっています。さあ1球目、変化球打ちました。
ました。左方向へ。ショートが抑えます。一塁送球。一塁、これは余裕でアウト。ヒラショートゴロに終わっています。打順が移ります。ラロッカ右の打席です。バッター2人を打ち取っています。まずは初球、初球ボール、ノーワン。今日は4回途中までを投げて許したヒットが1本、失点なしのマウンドです。2球目はどうでしょう。インコース外れてボール。バッテリー1球2球と外してきました。西口リードを大きくもらってのピッチングが続いています。さあ3球目、コーナーへ決めました。ワンエンドツーです。2アウトになっています。バッティングカウントになったが、ここは見ます。さあカウントは1スリーです。今日2回目のバッターボックス。さあ何を見せるか。変化しました。これはファウルグラウンド。ファウルです。ファウルになります。2スリーからの6球目。この球は外れてフォアボール。4番バッターに回してしまいました。そして次は DH 清原。4回の表2アウトです。バッターの DH 清原。さあ1球目、高めから入りました。際どく外れた。この回あっという間に2アウトになりました。しかしその後にフォアボール、ランナー許しました。出したフォアボールの数は1となっています。第2球、これはいい当たりだ。左に持っていった。どうだ、上がった、いったか、いった、入った。低い弾道で飛び込んだ。ツーランホームラン。怪力を見せつけました。左方向への打球はレフトスタンドに消えていきました。4回の表ホームランが飛び出しました。三塁キャンバスを回りました。今ホームイン8対2。今のホームランはどうでしょうか。いや、ここでホームランが出ましたか。2点を返します。まだ点差はあります。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。そして次の5番アレン、右の打席に入りました。先ほどの最初の打席、キャッチャーへのファウルフライに終わっています。さあここは見ていきます。ワンボールです。これが2回目のバッターボックス。2投目決まりました。ワンエンドワンです。この4回途中までを投げて許したヒットが2本、この回は1本がありました。3球目、これは変化球、外を続けています。バッターアレン。さあバッター有利か。アウトコースへ決めました。結構外が多いですよね。はい、外中心のピッチングになっています。さあ5球目、スライダーを持ってきました。さあフルカウント。山口さん、はい、バファローズ側です。どうぞ。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのは内側のストレート、イメージ通りのバッティングができましたということでした。それでは放送席をお返しします。三塁側ベンチでした。さあライオン、この後の9番から始まります。ご覧のお客様の中から特に2名様へ観光ホテルよりご宿泊券をプレゼントいたします。それではスーパーカラービジョンに。4回の裏、ライオンズの攻撃、9番からの打順になります。高田右打席に入っています。3人を連続三振に抑えています。さあ1投目、初球振りません。この球は外しています。さあバッター高田、どこに構えるか。
インコース高めのストライク、厳しいところに決まりました。2回の1打席目シングルヒットを放っています。これで追加点が入りました。さあ3球目はどうか。インコース打って打球はショートへ、ファーストへ、一塁、これはアウトになります。高田ショートゴロに終わりました。次のバッター福地、打席に入ります。ここまで1点を与えています。最初の1球、最初は見ていきます。ワンストライク、ここもまずワンアウトにしています。このボールは外への変化球、入りません。ワンストライクワンボール。この前の打席ファーストフライに終わっています。さあ3投目、外のボール打ちました。上がったか、ファウルです。次の4球目、外2球続きました。ちょっと慎重になってますよね。はい、低めに投げてきました。次が5球目、ここはスライダーできました。カウント 2-3。 さあフルカウント第6球、フォアボール、フォアボールです。フォアボールのランナーを出しました。2番、そして次の2番、片尾、バッターボックスに入っています。さあライオン、フォアボールのランナーが出ています。最初の1球は何か、まっすぐ打ちました。右へ、ライン際の打球はわずかに右、ファウルボールです。フォアボールでランナーを出しています。2球目見送ります。ボールカウント1エンド1。なおもワンアウトです。さあ3球目はどうか。変化球外を狙いましたが入りません。カウント1エンド2。点差変わらず6点差、ライオンズがリードしています。アップヒットエンドラン、ショートへの打球、ファーストへ送ります。1塁アウト、ランナーは2塁に進めています。宮本さん、アウトを取りましたが今のボールは、スクリューじゃないですか。ああスクリューですか。そして打順が変わります。中島、右バッターボックスに入ります。最初の1球、最初のボールを決めました。カウント1ストライク、ノーボールです。バッターの3番中島、これが今日3回目の打席、2投目コーナーを狙います。ここは追い込んでいます。さあ勝負か、どうする。外外れてボール、2エンド1になりました。さあ次の4球目は低めのボール、際どい、これは3つ低めに持ってきました。さあ牽制、これは2塁セーフです。さあ何を見せるか、三振、スリーアウトチェンジ、このピンチ三振で完璧に抑えました。これは身動きできません。お客様へ、4回の裏を終了、ライオンの得点はなりませんでした。当選番号はスーパーカラービジョンをご覧ください。こちらです。7回の裏終了後よりお聞きください。よろしくお願いします。5回の表バファローズの攻撃、先頭のバッター後藤、左のボックスに入っています。この試合フォアボールの数が1となっています。1投目はどうでしょう。まずはストーンと落としてきました。ワンナッシングです。ここまでのバファローズ、ヒットは2本、そして2点を入れています。一方のライオンズ、ヒットが8本、そして8点を奪っています。ライオンズがリードしています。ファウルになります。今のはラインの外、ファウルです。ピッチャー有利になったか。三球三振、タイムはスライダーで決めました。打順
が変わります。大西、5回の表ワンアウトです。ここまでは両チーム1本ずつのホームランが出ています。まずどこに構えるか。初球はストレートから入りました。さあカウントはワンナッシング。現在連続三振を奪っています。次の第2球、変化球決まってツーナッシングです。ツーストライクノーボール。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。外外ときました。さあカウント2エンド1。次が4球目、あっと強烈な当たり、左へレフトに上がっています。前は取れない、ワンバウンドヒット。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。ボールは中継のショートへ、ツーベースヒット、レフトへのツーベースヒット。今のは優しい変化球になりましたよ。そうですか。でその球を打たれました。次のバッターを迎えます。日高、得点のシーンを演出できるんでしょうか。奪った三振の数が3となっています。最初の球は初球外してきました。カウントノーワン。今日は5回途中までを投げて許したヒットが3本、この回そのうちの1本がありました。インコース決めました。ワンエンドワン。先頭打者は三振、その後ツーベースを打たれています。3球目はどうする。この球は見ます。ワンストライクツーボール。3回の第1打席、ファーストゴロに終わっています。バッティングカウントになったが、ここはストレート。ちょっと意外なコースでしたね。はい、ここはストライクが来ました。次が5球目、低め打ちました。ライン際際どいか、ファールになりました。2エンド2、カウントはそのまま。変化球三振、最後はバットに当てさせませんでした。さあ打順が変わります。阿部正彦、さあランナーをホームへと迎え入れてくるんでしょうか。次が今日の70球目。まずは初球、まず外から入りました。1球外しました。2アウトになりました。このボールは高めに外れました。さあカウントはノーツー。3回の1打席目、見逃しの三振に倒れています。さあ3球目はフォークできました。さあノースリーです。2回目の打席はどうでしょうか。ボール3つになったが、スライダーでしょうか。決めました。見送ってストライクが1つ入ります。この5回途中までを投げて打たれたヒットが3本、失点は2となっています。これもスライダー。2ストライク3ボール。どちらが勝つか。あーっと打った、打球は左、あーっと抜けた、抜けていきます。さあセカンドランナー3塁を回ります。ここでヒットが出た。さあショート中継する。セカンドランナー今ホームインした。8対3、レフトへのタイムリーヒット、1点を返します。その差は5点になりました。打順がトップに戻ってきます。村松、左の打席です。この前の打席はいい当たりだったんですが、ライトフライに終わっています。いい打球でしたね。どこから行った、行きました。これはセカンドになります。一塁へ、一塁はアウトで3アウトチェンジになります。ゲームは5回の表を終了しています。しかしバファローズ1点を返しています。8対3、リードが小さくなりました。5回の裏、ライオンズの攻撃、4番からの打順になります。カブレラ、右のバッターボックスに入っています。ここまでのライオンズ、打ったヒットは8本、そして8得点です。一方のバファローズ、ヒットが4本、3得点という今日のゲームです。
ライオンズがリードしています。まずは初球見送りました。ノンストライクワンボール。今日は2回と3分の2を投げて打たれたヒットが1本。痛烈な当たり、ショートです。一塁送球、これは一塁アウト。カブレラショートゴロに終わっています。ここは打ち取ってワンアウト。しかし体力的には辛そうにも見えます。ちょっと疲れがねあるような気もします。はい。そしてバッターは5番バラ。5回目がワンアウト。さあ3回目のバッターボックス、何を投げてくるか。ここは見ていきます。ボールカウントワンストライク。2回の2打席目ピッチャーフライに終わっています。低めのボール打ってサードです。抑えた。一塁に送ります。一塁、これはアウトです。まだサードゴロに終わりました。そして次の6番中村、ロックスに入ります。先頭バッターは内野ゴロ。その後も内野ゴロで2アウトになりました。第1球はどうか。初球は手を出しません。ワンストライクです。2アウトになっています。このボールはどうか。外への変化球入りません。ワンエンドワンです。今日3回目のバッターボックスです。さあ3投インコース打ちました。左へ取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあバファローズ5点を追いかけます。ドイルドームは6回の表、バファローズの攻撃、2番からの打順になります。平野圭一、左のバッターボックスです。こんな選手はね、ランナーにすると嫌ですからね。はい、とにかくまず塁に出なければなりません。最初から落としてきました。カウントノーワン。攻撃中のバファローズ、前のイニングは1つの残塁、しかし1点が入っています。鋭い当たり、抜けた。間をきれいに破りました。ランナーが出ます。ノーアウトのランナー、平野、ライトへのヒットが出ました。ここで迎えるバッターは3番ラロッカ、打席に入ります。ノーアウトランナー一塁です。いやー、タオさん、バファローズはどうすればいいですか。やっぱりこのランナーをねホームに返してまず1点ということでしょう。はい、打線がつながっていくんでしょうか。ええ、最初はチェンジアップを持ってきました。さあカウントはワンナッシング。ラロッカ、ここまでフォアボールで1回出塁しています。外2球続きました。ツーナッシングです。さあ次のサインは決まった。三球三振、ほんとスニッコに決まってますからね。見送るだけになりました。ワンアウトになって次のバッターになります。清原、打席に入っています。このゲーム両チームともにホームランは1本となっています。第1球はまずは初球見送りました。ワンボールです。これが今日3回目の打席。2球目はどうでしょう。変化球、ストーンと落ちてきました。カウントノーツー。最初のバッターにヒット、その後三振を取っています。先制、タッチしましたが一塁はセーフ。今日は6回途中までを投げて許したヒットが5本、そして3失点できています。ストライク、ワンエンド2です。さあバッター清原、これは一塁セーフになります。ここまで3点を与えています。さあバッター有利か。ここはカーブできました。ワンエンド3になっています。この6回途中までを投げて打たれたヒットが5本、この回1本打たれています。これはストライク、ボールカウント 2-3。 さあフルカウントになった。行って上がりました。高田
全身全身。アウトだ。堅実な守備を見せてくれます。今のは本当にいいプレーですよ。さあライオン、この後 DH から始まります。素晴らしいプレーです。お客様にご案内をいたします。グッドウィルドームではライオンズ選手サイン会並びに ここで3番手ピッチャーに変えます。勇気、果たしてどんなピッチングを見せるのか。勢いのあるストレートに豊富な変化球を織り交ぜる快速緩急右腕。苦難の時を経て再ブレイクなるか。勇気。6回の裏、ライオンズの攻撃、 DH からの打順になります。江藤、6回の裏ノーアウトです。江藤、今日のゲームは1回出塁しています。初球は初球から打ってきました。ワンストライクです。バッターは DH 江藤。次は第2球スライダー、縦に変化します。カウント2ストライクノーボールです。キャッチャーのサインは、これは変化球入りません。ボールカウント2エンド1。次の4球あーっと空振り。でも低めに慎重に投げてましたね。はい、結局三振に終わりました。そして次の8番細川、6回裏ワンアウト。この回はワンアウトになっています。さあ初球です。最初は内から入りました。ワンストライクノーボール。攻撃中のライオン、この試合は出場選手全員が出塁に成功しています。第2球決めてきました。2つ見送って2ストライク。さあ勝負するんでしょうか。これはどうだ。一塁に送ります。一塁、これは余裕があります。アウトです。細川をショートゴロに終わりました。そして次の9番赤田、左のバッターボックスに入っています。9番バッター赤田、どこから攻めるか。初球から打った、いい当たり、あっと破った、きれいに破りました。ヒットになります。それでヒットは今日2本目。さあランナーが出ました。菊池、6回裏ツーアウトです。他の、ね、選手はみんなヒット打ってんですよ。はい、この打席もそれを狙いたいところでしょう。初球スライダーできました。さあカウントはワンナッシング。ヒットのランナーを許しています。さあ次のボールはアウトコース。1球2球と外へ行きました。この前の打席ではフォアボールを記録しています。タッチして、これは一塁セーフです。バッター福地。さあ3球目行きました。フロアラインにはそのままキャンバスに入ってスリーアウトチェンジ。ゲームは中盤6回を終了。ライオンズ得点ありません。に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。左右の揺さぶりで打者を駆逐する馬力たっぷりのサウスポー。あの輝きを取り戻せ、三井浩二。7回の表バファローズの攻撃、この回の先頭バッターアレン、右の打席です。終盤で5点差ですけど、それは打線が点入れてくれたからですよね。といっても手を抜いたプレーは絶対 NG ですからね。はい、このまま勝利となるんでしょうか。最初はスライダーできました。カウント1ストライクノーボールです。これが3回目のバッターボックス。次の2投目バッターよく見ています。ボールカウント1エンド1。
ここまでのバファローズヒットは5本そして3点を入れています。ライオンズがリードしています。スライダー1エンド2になりました。バッターは5番アレン。さあバッティングカウントどう攻める。いい当たり抜けた間をきれいに破りました。さあヒットになるアレン。レフトへの打球はヒットになりました。そして次のバッターを迎えます。後藤ボックスに入ります。この前の第2打席空振りの三振に倒れています。第1球まずは見送りました。バッテリー1球外してきました。ノーアウトでランナーを出しています。バッターは空振り二塁へ送ります。あっと挟まれた挟まれた二塁タッチアウト盗塁は失敗。さあもう一度見てみましょう。さあ3回目の打席3投目外へ持ってきました。2エンド1さあ4投目打っていった上がったがどうだファウルです。ファウルになります。さあカウント2エンド1変化球これはインコース決まりません。平行カウント2エンド2さあどういくか。これは低い打球またしてもファウルです。同じカウントが続きます。変化球外れました。さあフルカウントは次に変わります。大西バッターボックスに入っています。大西今日は1回塁に出ています。第1球はどうか。初球は低めから来ました。ここは1球外します。この試合の解説は田尾康さんそして宮本和友さんでお届けしています。2球目はどうか。まっすぐで決めました。平行カウント1エンド1さあバッター大西さあ3球目はどうか。このまっすぐは外れました。ワンツー5回の2打席目レフトへのヒットを放っています。ツーベースでした。さあバッター有利か。打ってこれはショート取って一塁送球これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。7回の表が終了。バファローズ得点はありませんでした。7回の裏ライオンズの攻撃打順は2番から始まります。片岡右のボックスです。7回の裏ライオンズの攻撃さあ初球最初のボール外れました。1球外しました。攻撃中のライオンズ前の攻撃は残塁1そして得点はなりませんでした。外これはボールノーストライク2ボール今日は1回を投げて許したヒットが1本無失点できました。さあ3球目はまっすぐが決まりました。ワンエンド2になりました。点差変わらず5点差ライオンズがリードしています。バッティングカウントになったがあっと打った打球はピッチャーの横取ってファーストへ一塁これはアウトになります。片岡ショートゴロに終わっています。
次のバッターです。中島バッターボックスに入りました。4回の3打席目、見逃しの三振に終わっています。初球はどうか。まずは外から来ました。カウントノーワン。今日はここまで3打数1安打、ホームランが1本あります。2球目です。内へのボールはカウント1エンド1。ワンアウトになりました。3球目はどうぞ。これはいい当たりだ。あっとピッチャーを振った。きれいにセンター前に抜けました。マルチ安打が飛び出しました。センターへのヒットになりました。あのストレートなら打たれますよ。はい、そのストレートをヒットにされた今の場面でした。さあ、まずはランナーが出ました。カブレラ、7回の裏ワンアウト。最初のボールは、その初球ボールになりました。この球は入りません。依然ワンアウトです。第2球、この球は外れています。カウントノーツー。ここまでのライオン、今日は出場選手全員が出塁しています。縦の変化球持ってきました。バッテリー今度は入れてきました。この回ヒットを打たれています。さあ、バッティングカウントどう攻める。縦の変化球できました。ワンスリー。先ほどの打席はいい当たりだったんですが、ショートゴロに終わっています。外へフルカウントになっています。カウントからの6球目、フォアボール。これでセカンドベース上にランナーということになります。そして次のバッターとなります、原、右のバッターボックスです。5回の3打席目、サードゴロに終わっています。どこから攻めるか。いい当たり、初球からいった。レフトの前、ワンバウンドになりました。中継のショートへ。2本目のヒットになります。ワンアウトフルベース、追加点のチャンスを作りました。そして打順が変わります。中村打席に入ります。ワンアウトから満塁にしています。さあ、第1球打ちました。あっと、最悪のコースに行ってしまった。二塁フォースアウト。もう一度振り返りましょう。さあ、バファローズ、この後8番から始まります。8回の表、バファローズの攻撃、この回は8番から始まります。日高、バッターボックスに入ります。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。初球はどうでしょうか。ここは見ていきます。さあ、宮本さんにお聞きしましょう。今日のピッチングを見てどうですか。これも良かったですよ。これが今日3回目の打席。このボールは、これは強い当たりだ。しかしファウルになります。8回の表、バファローズの攻撃。さあ、3球目、高めのインコース、このストレートで追い込みます。次が4球目、もう2エンド2になりました。さあ、5球目、これは強烈な当たり。しかし今の打球はファウルです。依然2エンド2。外へのボールは入りません。カウント 2-3。 どこに投げるか。さあ、この当たりは、これは低い当たり、ワンバウンドヒット。
ノーアウトからランナーを出していきます。今のはどうでしたでしょうか。まあ、苦手にしているコースでしたけどヒットになりましたね。はい、ここはしっかり結果に結びつけました。ノーアウトです。最初の1球、初球インコースから入りました。さあワンボール。ヒットでランナーを出しています。さあ2球目、しかしこれは外れています。さあカウントはノーツー。いきなりランナー一塁としています。3球目はどうする。外を自らカウントを悪くしています。ここでのフォアボールはちょっとね。はい、そのようです。今日は1回を投げて打たれたヒットが2本、この回は1本もありました。変化球決まってワンスリー。ワンスリーです。今日は1回を投げて許したヒットが2本、失点なしのマウンドです。次が5球目、今度もいい当たり、レフトへ大きな打球が上がっている。これ長打になりますよ。あーっと抜けた、頭の上を越えた。ボールは中継のショートへ。さあノーアウトランナー三塁一塁、チャンスとなりました。そして次のバッターを迎えます村松。この場面でのバッティングはどうでしょうか。先ほどの打球は見事な当たりだったんですがセカンドゴロに終わっています。これは外れました。これは外れました。村松、今日のゲームは1回出塁しています。さあ次はどう攻めるか。低め打ってピッチャーの正面、二塁へ。二塁はフォースアウト。あーっとそれた、ちょっとそれた。村松ピッチャーゴロに終わりました。変わります。平野圭一、ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。さあワンアウトです。何を投げてくるか。あっとこれは併殺になりそうです。取りました。二塁アウト、そして一塁転送アウト、一塁アウトゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。ゲームは8回の表を終了。バファローズランナーを出しましたが併殺に終わっています。8回の裏、ライオンズの攻撃。この回は DH から始まります。8回の裏ノーアウトです。さあライオンズ、この試合は出場選手全員が出塁に成功しています。どこに入れてくるか。初球は手を出しません。ノーワンです。攻撃中のライオンズ、先ほどのイニングは残塁が3つ、そして無得点に終わっています。これもアウトコース、外へ2つ続けました。6回の3打席目、空振りの三振に終わっています。次が3球目、落ちるボール、空振りになります。2エンド1です。次の4球目、低め打ちました。左方向へ。サードを取った、ファーストへ送ります。ファースト取って、これはアウトです。江藤、サードゴロに倒れました。そしてバッターは8番細川ノックスです。今日のここまでは3打数の1安打、打点は1の内容です。どう組み立ててくるか。低いボール、まず内へ持ってきました。さあワンボール。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですがショートゴロに倒れています。すごい当たりでしたよ。ここは見ます。平行カウント、ワンエンドワン。今日は2回と3分の1を投げ、許したヒットが3本、無失点に抑えています。さあ第3球、今度はストレート、2ストライク、追い込んでいます。次が4球目、わずかに外れて 2-2。 やっぱりインコースに集まってますね。はい、確かに今日は内側をついてきます。さあ5球目、これはライン際です。サードが取ります。一塁へ、一塁楽々アウトです。細川、
サードゴロに終わりました。次のバッターが入ります。高田ボックスに入ります。高田、それにしても6回の守備、これは見事でした。さあ1投目、初球振りません。カウントノーワン。ここまでの全打席です。タイムリーヒット、ショートゴロ、そしてライト前ヒット。3打数2安打。これは変化球、今のは思わず見送りました。ツーアウトになりました。さあ3球目、真ん中打ちました。打球は右へ。これは取れない、ワンバウンドヒット。今日2打席連続のヒット。今のバッティングについてお聞きしますが、田岡、今のまっすぐでは抑えるのは難しいと思いますよ。はい、そのボールを打たれました。そして打順が変わります。福地、打席に入りました。ここでね、ヒットが出ると先発全員でしょ。はい、それをこの打席も見ることになるんでしょうか。さあどこから来るか。まずはストライク。さあカウントはワンナシング。依然として5点差、ライオンズがリードしています。ここまでノーヒット、今日のバッティングです。2球目、外へ持っていきましたが入りません。今度も落としてきました。なおも2アウトです。さあ3球目、わずかに外れてワンツー、ワンストライクツーボール。この前の当たりは芯で捉えたんですが、ファーストゴロに倒れています。さあバッティングカウント、ガッといい当たり。この打球はライト線に上がっています。ファーストランナー二塁へ回った。打ったバッターは二塁へ向かいます。中継のセカンドへ。さあ2のランナー三塁一塁、追加点のチャンスを迎えています。さあ打順が移っていきます。片岡、右のバッターボックスです。ここまでは1打点という内容です。どこに出てくるんでしょうか。初球スライダーできました。これではバットが出せません。依然ツーアウトです。2球目です。しかしこの球はボール。ボールカウント1エンド1。今日は2回と3分の2を投げて許したヒットが5本、この回2本打たれています。これはカットボールでしょうか。さあワンツーです。今日5度目のバッターボックスに入っています。バッティングカウントになって外角高めのストライク。さあカウント2-2。次が5球目、低めインコース 2-3 です。さあフルカウントになった。高めを打ちました。これはセカンドの上、取りました。3アウトチェンジ。8回までゲーム終了、ライオンズ2得点で攻撃を終了しました。本体より CD 金属券、コーヒーセット、ホット型浄水器、お水が送られます。ライオンズ3番手のピッチャーを送ります。石井隆、大量のリードという場面で登板します。さあ最終回、どんなピッチングを見せるのか。1球ごとに魂と気迫を込めた炎のピッチングで投手陣の精神的支柱、投げる闘魂石井隆。9回の表、バファローズの攻撃。この回クリーンアップから攻撃となります。ガロッカ、最終回の表ノーアウトです。今日の打席内容です。併殺打、フォアボール、そして三振、2打数ノーヒット。まずこれは大きく外れました。ここは1球外します。このゲーム両チームともにホームランは1本となっています。さあ2球目、バッター見送りました。ボールカウントノーツー。ここまではノーヒットできています。さあ3球目、この球は見ます。ワンエンドツーになっています。6回の第3打席、三振に終わっています。さあバッターちょっと有利か、横へ曲げてきました。ツーツー。
さあ何を見せるか。さあこれは入れたい。これはファウルグラウンドだ。カウントそのまま2エンド2。これはスライダー、フルカウントになっています。ちょっと球数多くなったか。低いボール、左への打球、抑えた。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。ナロッカ、サードゴロに倒れました。バッター DH 清原、バッターボックスに入りました。今日ここまでは3打数1安打、そのうちの1本がホームランです。第1球、初球は変化球から入りました。バッテリー外してきます。今日は打点が2つあります。どこに構えるか。変化球、これは当たりません。ワンエンドワン。まずはワンアウトにしています。さあ第3球、これはまっすぐ、ボールカウント1エンド2。ワンアウトになっています。さあバッター有利か。あっと低めいっぱい、厳しいところに決まりました。さあ5球目、高めのボールは上げてしまった。打ち上げてレフトです。まだちょっと前進します。取りました清原、レフトフライに終わりました。バッターアレン、ここでゲームセットとなってしまうんでしょうか。先頭打者は内野ゴロ、その後は外野フライに終わらせました。勝利まであと1人になった。外めのボールから来ました。ここは外してきました。7回の3打席目、レフトへのシングルヒットを記録しています。第2球はどういったボールになります。2ボールになりました。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあ3球目はどうか。鋭い当たり、サードへの打球、取ってファーストへ送ります。これでスリーアウト、ゲームセット。このオープン戦は8対3、ライオンズバファローズを破りました。最後までリードを守りきりました。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。西武対オリックス、ご覧いただきました。この放送の解説は田尾靖さん、そして宮本和智さんでした。楽しい解説をありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。